リアルアメリカンビンテージセールザグルービンハイランドオールデビルムーンのリキです。なんか寒くなってね、もう10月だけどもう15度ぐらいということで、一気に秋が来たなというふうに、感じてます。ちょうど今ね、新作が続々と出来上がってきて、私もテンションがすごく上がってるところなんですけど、そうですね、すごくこれからいろいろな洋服が楽しくなるだろうなというふうに思ってます。また先週かな、北海道旭川のハップストアさんで、今展示会、それから移動して、今週の7、8、9、10かな、北海道札幌のベイブレスさんで、春夏の展示会が行われている予定で、私も8、9はちょっとお伺いしようかなというふうに思ってるんですけど、すごく楽しみにしております。それ終わってからまた東京で、春夏の展示会という形ですけど、いつも本当にグルービーをご利用いただいて、嬉しく思っております。今一生懸命ね、この秋冬のご注文いただいたものもしっかり製品作ってる感じなので、いろいろこう納品されていくというふうに思いますけども、まあ楽しみにしていただきたいなというふうに思ってます。さて今日の YouTube ですけど、そうだね、新作のデュラベルとそれからハットかな、まあ他にもいろいろと出来上がってはきているんだけど、新しい製品ができたよっていうお話と、それから後半に関してはね、ちょっと久々に真面目にこのグルービンの、製品を作る時においてのその考え方っていうのかな、前にも似たようなお話をちょっとさせていただいてるんだけど、ちゃんとしっかり今日はお話をしていこうかなというふうに思ってます。今日朝起きた時にね、ちょっとちゃんと説明しといた方がいいんじゃないのっていうのがなんかこう降りてきちゃったので、そうだね、グルービンハイっていう、まあ、ブランド、オールドデビルムーンもそうなんだけど、どんな感じの、まあ、考え方でこの製品を作ってるのかっていうことをちゃんとちょっと今日はモッキーとか出てこないけど、ちゃんとお伝えしていこうかなというふうに思ってるので、まあ、新作のお話、それからグルービンの、いろいろな製品ができてくるけど、どういった意味合いでこの製品ができてくるかっていうふうな話を、今日はこの YouTube で真面目にやっていこうかなというふうに、思ってます。お時間のある方は最後までご視聴のほど、よろしくお願いします。モッキー。マッキー。はい、それでは新作のご案内を早速していきたいなというふうに思うんですけど、今回はね、ハットの話をちょっとさせていただきたいなというふうに思います。新型というか、前と同じ形なんだけど、前は一回ベージュで、ハットの方を作って、ザファットハッターさんとダブルネームで作っていたバグジーというタイプの、ハット、今回はこのグレーのタイプとそれから、ブラウン、こちらがついに完成して、この間の10月の、2日あたりかな、納期されたので、早速こちらの方を全国に発送させていただいて、でこの前回のこの何て言うんだろう、ベージュがすごく人気があったので、今回は特別にベージュも作って、インターネットではベージュと、ブラウンと、あと僕今かぶっているこのグレー、この3色を、インターネット上で販売が始まったという形ですね。ご予約いただいた方にはそれぞれのハットが、納期されて、またご案内の方もメールで近々行くと思うんですけど、そんな形でご案内させていただいてます。なぜバグジーにしたかっていう話なんだけど、やっぱりなんかこう禁酒法の1930年代ぐらいのイメージから40年代のイメージのスタイルを、表現したくて、昔いたそのバグジー・シーゲルっていう、方のイメージで、ヤングスターなんですけど、
すごく色男なんですけど、まあ、彼がこういう帽子をかぶってこうマシンが打ちまくってたんじゃないかなっていうイメージの、ちょっと尖ったハットですね。すごく、ファットハッターさんもなかなかダブルネームできないんですけど、うちたまたま、菊池くんがあいいよっていうふうに言ってくれて、完成した7ブリムの、これ12センチぐらいあるかな、この高さが。非常に横から見てもすごく尖った形のもので、少しこう上にねこのクッとつばが上がっているのが特徴なんですけど、ちゃんとアイステッチで、滑りも、すごくしっかりした内容のラビットファーの3色ということで完成してます。まあシルエットっていうか被るとね大体こんな感じだよね。かっこいいね形が。これでドレスとかジャケットとか着てもすごく様になるし、スリーピースなんか着るととてもかっこいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、今回はこの3色が今ホームページで発売になったよっていうことなので、そうだね、1つ2つぐらいは2色ぐらい持ってるとすごくいろいろなものに活躍するんじゃないかなというふうに思うので、サイズは確かね56から61まで作ってたかな。なので、自分のサイズがどのサイズなのかっていうのは、頭のサイズ測っていただいて、この特徴のある、すごくヴィンテージとしては活躍する、ハットなので、ぜひ、お試しいただきたいなというふうに思います。すごくかっこいいハットができたよっていうふうなお話ですね。さて続きましてちょっとデュラベルの話にしましょうか。これはハットね、もう納期がインターネットでも発売してますっていう風な話ですけど、ちょっとデュラベルをちょっとご案内していきたいなというふうに思います。はい、それではデュラベル、かっこいいね、馬革、とてもよくできましたっていう感じです。今フォアはねちょうど撮ったんだけど、そうだね、これ北海道の本当にデュラベルとかそのヴィンテージがすごくお好きな方がいらっしゃって、その巨匠の方に、お借りさせていただいて一応できたという形ですね。今僕着てるのは S サイズ、結構パツパツに僕は着る方なので M ではなくて、S サイズで、着てます。まあ、大体こんな感じよね。今身長がね僕165センチの体重ちょっと落ちたんだよな、68ぐらいですかね。っていう形のシルエットですけども、袖はね、結構長いね。ここ、長めの作ってある感じなんだけど、まあ、肩は僕合わせてジャストで着たいっていう風な形なので、デュラベルってね、ものすごくその、ウエストがやっぱりパツパツなものがあって、これ本物のデュラベルの36ぐらいじゃないかな。肩幅は、多分36なんだけど、デュラベルの36って言ったら僕お腹締まんないので、ここを実際少し広げてあるんですよ、グルービーのデュラベルは。なのでシルエットがすごく着やすくなってるデュラベルのような気がします。グルービーおじさん多いからね、もうみんなお腹出てるから、普通のデュラベルは多分お腹締まんないんじゃないかなと思うんだけど、ここはねちょっと本物のデュラベルよりちょっとこうウエストを広げてるので、サブロクでパツパツで着るっていうのもありかなというふうに思います。僕は今、S サイズを着てる感じでね、これが M サイズだね。だいたいピッチで言うと4センチぐらいかな。だからまあこっち側が2センチ、こっち側が2センチみたいな感じで、ほぼほぼ変わんないっちゃ変わんないんですけど、微妙な差でこうなんでグレーディングしてる感じで、これはボア付きのタイプ の, ちょうど展示会で着てもらったのはこの M サイズ、そこから、ちょっとワンセン、ちょっとサイズ感を落として今僕が着てるのがそうだね S サイズかな。結構パツパツですけどね、まあ、これ革着てればもしかしたら伸びていくのかもしれないしということで、ただかっこいい、ボア取ってもかっこいいし、ゴールドのここもねだんだん擦れてくると本当ヴィンテージっぽくなってくるし、シルエットもすごくいいし、このねちょうどオリジナルと同じようなこの長さ、このジップも全部タロンで作ってあって馬革で、多分すごくこれで、楽しい、モーターサイクル生活ができるんではないかなというふうに、思ってます。ちょうどこれはねもう在庫が本当注文いただいた方ほぼほぼで作ってるんですけど、S が1枚、 M が2枚、 L が1枚、で終わりで、インターネットでそれが今発売されてるんですよ。昨日発売かけたんですけど、
もうそれが終わったらもう終了っていう形になるので、まあお時間のある方はぜひこんなご機会なので、レッツジョニーということでね、本当にこれで一緒にマーロンブランドになりませんかっていう感じなんですけど、ぜひこの機会にねお試しいただきたいなと思います。装飾品はね全部ゴールドです。ヴィンテージもゴールドだったかな、オリジナルが。だから星もゴールド、ジッパーもベルトも、これこのために作ったベルトなんですけど、ベルトも鉄で作ってあるので、出来上がり具合としては僕は本当に満足で、このムートン付きのデュラベルっていうのは多分他メーカーも多分やってないんじゃないかな。この現物がこれ多分前期の方の、ムートンで、確かこのムートンの方がこのなんていうの、こういうポチっていう止めるのがくっついてるのでかっこよかったんですよね。なので、後期型の本当に、マーロンブランドが着ていた後期型のデュラベルをベースに、これだけは前期のデュラベルを使って、制作したっていう風な形では、デュラベルも前期と後期がいろいろあるみたいなんだけど、いろいろ検証して調べていくと、まあ、マーロンブランドはデュラブルの、後期の方を着てたっていうことなんで、結構細かいそのなんていうんだろう、仕様っていうのもそれに合わせて作っていったジャケですね。馬側でこれだんだんこうやってやってるとここに脂肪が出てきて、自分にこう馴染んでくるんだけど、今の馬側は柔らかいね、本当にすごく着やすいし、すぐ馴染んでくるような気はします。で、定番のそのなんていうの、ジェルパンツもね、ちょうどシルエットとしては合うんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、ぜひパンツと一緒に、レッツデュラベルっていう感じですね。ちょうどホームページ発売になっているので、ぜひこちらの方も見ていただきたいなというふうに、思います。さて後半はですね、いよいよ今回初公開のグルービンの製品を作っているこの流れといったもの、製品を作っている流れというか、グルービンがこんなことを考えながら、製品を作ってるよっていう話を、真面目に今回はねしていきたいというふうに思います。前回はちょっとモッキーが出てきちゃったから、ちょっとどうしてもモッキーのそのライバルのこういうブランドに負けたくないよっていうモッキーが出てきちゃったんで、ちょっとなんか脱線しちゃったから、今日はねちゃんと話そうなっていうふうに思ってるんですよ。朝起きた時にね、もう本当にそれだけはこれちょっとみんなに真剣にこのグルービンを伝えておく必要があるなっていうふうにちょっと思ってしまったので、今日は真面目にちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。グルービンの製品、なんでこの製品が出てくるんだろうなっていうところのお話を、していきたいなというふうに思うんだけど、うまく伝えられればいいんですけどね。前にも話ししたように、僕はやっぱりサーティーズ、アメリカンビンテージ、サーティーズ、フォーティーズ、フィフティーズの洋服が好きで、よく洋服作るときはその年代を生き抜いたやつがいたとして、そいつがいろいろなシーンでこう活躍をしている時の洋服ってどんな感じの洋服を着てたんだろうっていうのをよく考えながら洋服作るんですよ。なので本当に30年代だったら、もしかしたらギャングスターみたいな感じのマシンガン持って、スーツにスリーピースに切り返しの、まあ、靴とか履きながら、本当にここにハンカチーフとか入れてハットかぶって、そういうシーンの一場面もすごくかっこいいなと思うし、好きなので、こういうスリーピースとか先ほどのハットとか、そういうのをイメージしてこう作ったりもすることもあるという感じですかね。40年代になると、まあ、実質その禁酒法でガチャガチャやっていたやつが、もしかしたら戦争に出かけなきゃいけなくなってしまった時に、 B3 とか B2 とか、まあ、A2 とかね、そういうのを着ながら活躍する場面もあったのかもしれないし、そのシーンで結構活躍されてて、こういうジェールパンツ、こういったものも履きながら実際遊んでたんじゃないかな、遊んでたっていうか生活してたのじゃないかなっていうのをイメージして、ジェールパンツ40年代スタイルとか、作ってみたり、結構そんなのをこうねイメージしながらこう洋服を結構作ってってるんですよね。で50年代になると戦争が終わって、まあ、アメリカもすごく
ゴールデンな時代に入ってきて、いろいろなデザイナーが出てきて、なんか結構洋服もなんかすごく面白いポップなものが、40年代後半あたりから、出てくる。だから考えられないようなデザインが結構あって、こういうのを着ながらビーチでナンパしてるそのシーンももしかしたらあるのかもしれないし、こういった洋服を着てなんかされた、そのね、ミュージックバーとか行ってお酒飲んでるっていう風なシーンもあったのかもしれないし、そんなのを想定して洋服を作ってみたり、またはあのモーターサイクルで、戦争が終わってこうなんていうの、刺激を求めてまだバイクとかモーターサイクル、ホットロッドとか乗りながらこういう洋服着ながら遊んでるシーンもあったのかもしれないしっていう、その場その場のシーンをいろいろとこうなんていうんだろうな、模索するしながら、いろいろとこう想定してこう洋服作っていくってことが結構多いですかね。こういうワークキャップももしかしたら本当に、まあ、当時このワークキャップをかぶって作業してたのかもしれないし、実際このモーターサイクルもマーロン・ブランドの映画を見てすごくあの影響されて、このモーターサイクルキャップかぶりながら、そうね、バイク乗ってる若者もいたのかもしれないしっていうことをなんか想像しながらいろいろ洋服を作ってるっていう感じなんですよね。だからそうだね、30年代のスタイルもかっこいいし、40年代もかっこいいし、50年代もかっこいいので、大体そのアメリカンヴィンテージのそのラインをグルービンとしてこう表現していければいいなというふうに、思ってます。その中でも、なんていうんだろう、定番となりつつあるこの製品とかが結構あったりするんだけど、そこは大体もう30年代も40年代も50年代も統一してなんかこう楽しんでいただける洋服を定番としてる感じですかね。ジェルパンツとかもそうです。今僕が履いてるやつも実際この太さのパンツが、存在しただろうし、別にサーティズでこれ上がサーティズの服着ても、合うし、50年代のボックスシャツ着ても合うし、40年代はもちろんズバリで、ジェルパンツって活躍はしたりするんだけど、あと今僕が着てるこのボックスシャツも、まあ、40s になるともっとこれが角張ったりするんだけど、50s のこのラインのボックスシャツも全然ありだなというふうに思ってて、そういったものをなんか大体こう定番にしていくことが結構多いですかね、グルービン。もう本当にこの辺の太さのパンツは、まあ、どの年代でも多分一番合うだろうし、すごく融合するし、グルービンとしてはすごくこの必須な太さ。ボックスシャツもそうですかね。一番こう、オーソドックスな、形を選んでいるので、まあ、これが 30s だっていう、まあ、30s、40s、50s の、上下トップスとかにも多分合うんじゃないかなっていうふうに思ってこう作ってたりしてるんですよね。まあそんなことをちょっとね今日はお伝えさせていただいて、なんかあんまり意味なってうまく伝わってるのかよくわかんないけど、まあイメージとしてはそういう感じなので、この洋服はこういったラインで出てきたんだなっていうのをなんとなくこう製品作っている中で、あ、これは40年代かな、30年代かな、50年代かなみたいな感じでこう見ていただくと、グルービングがより一層楽しくなっていただけるんじゃないかなっていうことで、ご理解いただければありがたいなというふうに思います。で、これはね、キャベツ太郎っていう食べ物なんだけど、これはこの間ベンちゃんが買ってきてくれたんだけどね、キャベツ太郎はね、このソースがいっぱいついてるところと、これソースがあんまりついてないところがあるんですよ。で、僕はね結構マニアックだから、このソースがいっぱいついてるやつしかなるべく食べないようにしてる。ソースがついてないと、最後までご視聴のほどありがとうございました。なんかこうね、うまく伝えようと思ってけど、なかなか難しいね、コンセプトというか。まあ、要するに、アメリカの30年代、40、50が好きですっていう話で、そのシーンにおいて、僕が、ここはかっこいいなと思ってるところが作って出てきてるという形なんだけど、まあ、そんな風にご理解いただければありがたいなというふうに思います。さて、いよいよ、今週末ですね、僕も明日、明後日からか、北海道の方に出発して、また、北海道の濃い方々といろいろお話しできればいいなというふうに思っております。また新作デュラベル、それからそうだね、このハットも3色かな、ちょうど
ホームページで発売になったので、ぜひグルビンは本当にご予約いただいた方ぎりで作ったりとかしてるんだけど、本当に少しだけフリー在庫があったりするので、まあ追加生産というのはほとんどないかなと思ってるんだけど、まあ、ぜひこの機会にグルービン のホームページで、新作の方を見ていただきたいなと思うし、また取扱店の、ところにもこう続々とこう新作が納期されているので、気になる商品があったらぜひお問い合わせいただきたいなというふうに思っております。今後ともグルービンどうぞよろしく、お願いします。またお会いしましょう。ありがとうございます。